こんにちは、パーソナライズヘルストレーナーのさやかです。今日は疲れにくく余裕のある人になる方法、もちろん科学的な話ですについてお話ししていきます。前回バケツの絵をお見せしたと思うんですけれども、まあ言ってしまえば器の大きい人になりましょうという話です。ストレスの種類、いいものも悪いものもあると言ったんですけれども、いいストレス、有ストレスと呼ばれていて、良くないストレス、ディストレス、ちゃんと名前ついてるんですね。ただしどっちの種類もバケツは1個に入っていきますというお話もしました。そしてこれがいっぱいになった時はもうストレスいっぱいいっぱいの状態ということです。疲れにくく余裕がある人になるためにした方がいいことでは、一つはもちろん溜めずに少しずつ排水していくことですね。もう一つはこのバケツ自体を大きくしてしまえばいいんです。もともと得意なタイプのストレスだったりとか、あとはストレスの許容量が大きいタイプの人って実は体質別にいるんですけれども、余裕がある人も周りにいないですかね。自分の場合だともう精一杯頑張ってて、やっぱり週末にたっぷり休まないとやっぱり次の週きついなって思ってる反面、自分の会社を経営してるような人なので仕事の量もかなりあるはずなのに、いつも綺麗にしてるし機嫌もいいし、しかも習い事も行ってて充実してるみたいだけど一体どうなってるんだろうっていう人とか、いつもポジティブで元気でセミナーとかで、私の先生もそうなんですけど、もう午前中いっぱいすごい力強くいい話してくれたのに、この後はまだ5本あるんだって平気で言ったりする人とか、それが週5日普通にできてしまうようなエネルギーの高い人とかいないですかね。こういう人たちってバケツ大きいんですよね。時間自体はみんな24時間で同じですけれども、たくさんこなすキャパシティが大きいんです。だからこのキャパシティを大きくしましょうという話ですね。で、方法はいいストレスをいいタイミングでいいところでかけてあげることです。ストレス自体は必要なものなんですね。ストレスだから悪いっていうんじゃなくて、さっきの有ストレスの話だけじゃないんですけれども、ストレスがゼロっていうのはつまり刺激がゼロっていうことなんです。ものすごい退屈な人生になってしまいます。お水の例で言うと、川のお水分断されてもう流れがなくなっていったところ、溜まってしまって腐ったり色が変わってきたりしてしまいますよね。ストレスがゼロの状態でいると人間も究極に行ってしまうとですよ、限りなく弛緩して形を保てなくなってくるらしいです。まあそこまで行くような人実際にはいないんだと思うんですけれども、確かに緊張感がないと表情とか、あとはお腹とか体のラインとかも緩んできちゃいますよね。頭だって急に頑張ろうと思ったってパッと働かないですし、ある程度はあるべきものなんです。ただバランスは必要なんですね。交感神経って聞いたことありますか？最近だとよく言われるようになったので、交感神経の方だけご存知の方もいるかもしれないんですけれども、交感神経と副交感神経というのがあって、でこれが波を描くようになって人間バランスとってます。夜になったら自然に下がってきてリラックスして眠れてとか、そういうリズムがあるんですけれども、この波具合の最適値っていうのも実は体質とか人によって違うんですね。今日は細かいところいかないんですけれども、もともと交感神経寄りとか、あとは副交感神経寄りの人とか脳波によって違ったりするんですよね。一番いいバランスはお答えできないんですけれども、交感神経が悪者にみたいに言われちゃうんですけれども、そういうんじゃなくて両方必要だということです。いい刺激となるものの代表、そして誰でも必要なものは運動なんですね。ただこれも疲労しすぎているのに頑張ったりしないようには注意してほしいことです。例えばストレス溜まりすぎてるのにもうさらにバケツに足そうとしちゃうと、それはやっぱりいっぱいいっぱいになっちゃうんですけれども、タイミングも大事です。例えばストレスのホルモンの波、さっきの交感神経の波に似てるんですけれども、コルチゾールっていうのが一番有名なストレスホルモンです。これも朝になったら波上がってくるんですけれども、このタイミングも人によったり違ったりするので、これが朝方とか夜方の違いなんですよね。このタイミング間違えて、例えば夜方の人が朝6時半に起きて運動頑張りすぎちゃうとかはしてほしくないんですけれども、運動自体はいい刺激になります。そしていい刺激になる時間にぜひ頑張ってほしいなと思います。
あとは種類とかも実は関係あります。体の刺激なので特に効果的になりやすい刺激のタイプというのも違うんですね。あとは今のフィットネスレベルに合ってるか、例えば今まで全く運動してなかったのに急にボクシング2時間頑張りましたとか、こういうのはちょっとやりすぎになっちゃいますよね。あとは昔とか今とか怪我してる、もう いつも痛いところがあるとか、調子の悪いところ、体の具合が悪いところ、例えば心臓悪いとか、そういったのもあったりする可能性もありますので、これは考慮しながら無理しないように、いいストレスになるようにぜひやってみてほしいと思います。皆さんに共通して言える話なんですけれども、相談していただく方の話聞いてると、ほとんどの方実は強度が足りていないことが多いです。あの刺激の強さですね、分量とは別なんです。どのぐらい激しく動くかだと思っててください。ただこの強度を上げる以前の問題が抱えている人もいたりします。例えば体がちゃんと動かないとか、もう動かしたい部分しか動いてない人とかだと、どんどんバランスが悪くなっていっちゃうと、刺激としては良くても他の問題が出てきちゃったりするので、もし周りにパーソナルトレーニングの事務所とかがあったら、ぜひぜひ1回は試してほしいなと思います。自分の体の特徴ぜひ知ってみてください。あとは歩いて出勤してるんで十分ですよね、もう30分も毎朝歩いてるんですよなんていう方もいるんですけれども、もちろん歩かないよりは歩いた方がいいんですが、健康レベルを本来のあなたの持ってるレベルまで戻すのに足りるかどうかというと、それは足りない可能性があります。これも強度の問題ですね。ただストレスの話で言うと、一定リズムで歩いたりすることがストレス解消に直接つながりやすい体質の人とかもいるので、そういう人はベネフィット高いですね。あとは自然の中で歩くという部分でストレス解消にすごくつながりやすい人なんかもいるので、その人たちはただの運動の分量だけでなく有利なことだとは思っててください。あとはもう立ち仕事とかしてるんで十分疲れてますんでいいですよねっていう方もいます。これって確かに疲れるんですけれども、強度が大事なんですね。あとは立ってる時に全身使ってるわけじゃないですよね。血行が良くなるとか、そういったこととは少し違いますよね。もしあなたが立ち仕事をいつもしてて、家帰ってあー疲れたーってなるんだったら、逆に運動することでバケツを大きくすれば、これがそう疲れることではなくなるかもしれないです。あとはかなり肉体労働してる人、例えば運送屋さんとかですね、この人たちかなり体使ってますよね。あとはその体質に合ってる作業を十分してたりするようだったら、例えば私のパーソナルトレーニングの仕事とかですね、そういう人たちだと正しい休養を取った方が体に合っててストレスも減らせる可能性もあります。ちょっと運動寄りの話になってしまいましたけども、本日のまとめです。ストレスのバケツが大きいと、つまりは余裕を持つことになります。大きくするんだったらストレスのいいかけ方をぜひしてください。そのためには運動は最適な方法です。だからあなたに最適なタイミングと方法でぜひ実行してください。そして何より自分の体の状態よく見極めてください。体動かさないから調子が悪いのか、動かしすぎて調子が悪いのか、もしくはもう満杯なのか。あなたの体は自分が思うよりも実は動きたがってる可能性もあるかもしれません。自分の体を把握できると一番いいですね。それでは本日もありがとうございました。